観念しな、兵力が違う。あいつらがアイスバーグさんを襲った一味か。許さねえ。見逃してくれる雰囲気じゃねえな。めぐみちゃんと探さなきゃいけねえのか。この野郎、アイスバーグさんは突撃だよ。今のまま一味がね、畜生。ロビンを捕まえるんだ。ああ、じゃなきゃ何もわからねえ。よく見ろよ、あっちの巣にしてやれ。キャッソリン本人を教えても、あいつがアイスバーグを襲ったのは間違いない。なら、ロビンはもう一度アイスバーグを叩く。そこを捕まえるぞ。撃て撃て、おらよ。さあ、うん、撃て、おらよ。情報が町中に広がってる。むやみに動くわけにはいかねえ。撃て、よくやろうよ、ハチの巣にしてやれ。突撃だ、野郎が。おらよ。造船ドックの方はまだ静かだ。あそこで情報を集めてみよう。そら、突撃だ。岩の海ってはどこだ。行こい。突撃だ、野郎ども。フランキー、あいつがウソップをやったやつか。撃て、そら、おらよ。そら、撃て、おらよ。情報を集めるところじゃねえ。やれや簡単に乗り込むしかねえか。うっ、
り乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつけるんだ。フランキーとかいう野郎がやったみてえに、目立つものを破壊すれば注意を引ける。能力者だ。なのにだ。悪魔の実なんだ食っちゃいねえ。俺はサイボーグだ。スーパー俺が突撃の野郎ども、スラッ突撃の野郎ども、とは思えねえ。もう一度会って話すんだ。大兵器アルナコ、ルークインフォラグレーセビッグファーザー。お前邪魔するな。まだロビンとの話は終わってねえ。なんでこいつらちょっとこんなに体硬えんだ。超人的大義六式の力で我々 CP9 は皆得得している。気が済んだか。
今日はそれでいい。